音楽、映像、パフォーマンスなど様々な作品を街中に展開されています。非日常的な体験を作り出すこのイベントは東京を代表するアートの祭典として年々発展を続けております。さて今回はですね、六本木アートナイト2018の開催テーマ、街はアートの夢を見るということです。申し遅れましたが、六本木アートナイト2018お話題のキックオフセレモニーの司会を務めさせていただきます。テレビ朝日アナウンサーの三谷紬と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。それではまずはじめに主催者を代表いたしまして、六本木アートナイト実行委員会実行委員長南條文夫よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。2009年の3月から始まりましたこの六本木アートナイトも今年で9回目を迎えます。いろいろなことがありましたけど、これだけ長く続いてきますとノウハウもたまってはいって、今年はですねテーマを街はアートの夢を見るということにいたしました。皆さんと一緒に一夜限りの夢を見たいというふうにな思いでございます。で、六本木アートライト自体はですね、もともと六本木アートトライアングルという六本木の3つの美術館がベースの、つながりをなるんですけど、その六本木とアートトライアングルというのは、3つの拠点としてこのアートライトの重要な位置になっております。でそこで、通常メインアーティストという方が1人立って、作品を3角で展開するんですが、今年はお三人のアーティストにやっていただきました。藤野蓮瑠さん、それから金石哲平さん、そして紀藤健吾さん、このお三人です。それぞれの場所でそれぞれの方々がインスタレーションを作っていらっしゃいます。それから今年はですね、文化庁さんに大変熱い支援をいただきましたので、その結果としましてオランダのダン・ローズガルドさん、それからニューヨークのメロコさんといった方々にも追加でご参加いただくことができるようになりました。ということで大変中身の濃いものになっております。そしてまた新しい試みとしましては、六本木交差点の高速道路に下の橋脚ですね、この橋脚をですね、通常はなかなかこういうところにアートを展開するのは難しいんですけども、今回初めてですね許可がおりまして、そこにも壁画が貼り付けてあります。ということで、いろいろな取り組みをしながら前に進んでおりますけれども、やはり東京2020年に向けてこの六本木アートナイトは非常に重要なアートのイベントとしてぜひ盛り上げていきたいというふうに我々は思っております。このイベントが実現するにあたりましては、東京都のアーツカウンセル東京、文化庁、それから港区さん、その他ものもたくさんのですね団体、そして企業のご支援をいただきました。ここで改めて中心より御礼を申し上げたいと思います。ということで2018年の六本木アートナイト、ぜひ皆さんお楽しみください。ありがとうございます。ありがとうございました。続きまして、被災者であります東京都を代表いたしまして、東京都知事小池百合子よりご挨拶申し上げます。こんばんは。主催者をご紹介いただきました。はい、主催者でございます。東京都知事小池百合子でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。六本木アートナイト2018、人よ限りのということではございますけれども、しかし日本の時間、夜の時間は空いている。この夜の時間をもっと豊かにできないか、その大きな課題をこのアートナイト、六本木アートナイトは投げかけていただいているかと思います。東京2020大会までちょうどあと790日となりました。これから一つ一つの会場を準備をすると同時に、これからどんどん機運を高めていかなければなりません。
そしてスポーツの祭典というだけでなく文化を発信するのが次の2020東京大会の大きな役目でございます。日本からのそして東京からのアートぜひ大きな力で発信していくためにも地球上は24時間時間関係ございませんのでずっと朝から晩までこの素晴らしい会場をお借りいたしまして発信をし続けていきたいとこのように考えております。で今年は金内哲平さん、そして紀藤健吾さん、宇治の宗輝さんをはじめとする多くのアーティストによるさまざまなアートが物語を描いてくださるということでございます。まもなくコアタイムが始まるということでございますけれどもどうぞこの糸魚をですねここで、この六本木アートナイトで過ごしていただいて、アート好きになっていただきたいとこのように思っております。このような素晴らしいこのアートナイト実現できますのも多くの皆様方の、アドバイスそしてご協力あってのことでございます。港区長そして実行委員を務めていただいている南條さん、まあ、南條さんとのお付き合いは何年になるんでしょうか。偉く長いものでございますけどいつもいつもやはりアートで輝いておられます。どうぞこの素晴らしい夜を皆さんたっぷりとお楽しみいただければと思います。開会のご挨拶とさせていただきます。おめでとう ありがとうございます。皆様こんばんは。この紹介をいただきました港区長の武井正明です。主催者の一員としてご挨拶をさせていただきますが実は港区が主催者として加わらせていただいたのは私たちでございますので、まだまだ新参者でございます。だからこの六本木アートナイト今年9回目を迎えましたこのように素晴らしい、アートナイトを実現させていただきました。南極の実行委員長はじめ実行委員会の皆様そしてご協力いただいた多くの関係者の皆様に心から感謝を申し上げます。そして地元の六本木商店街振興組合の皆さんも実行委員会に加わっていただきまして企画に携わっていただきました。そしてまた各町会理事会をはじめ地域こぞって応援をしていただいております。アートとそしてデザインの街六本木として今多くの方に発信を続けているところでございますけれどもその六本木を舞台に日常空間が皆さんがおなじみの街に出現します。どのような姿を見せてくれるか私も大変楽しみにしております。先ほど小池百合子東京都知事から東京オリンピック・パラリンピックに向けての文化プログラムの話がありました。日本の文化を発信するその魅力を発信していくという文化プログラム港区といたしましてもこの六本木アートナイトをはじめさまざまな取り組みを進めまして多様性をお互いに認め合うそうしたレガシーとなるように力を尽くしてまいりたいというふうに思います。そして皆様にはこういった世を通してのこのアートナイト十分楽しんでいただきましてそしてこれからも小木の町で文化芸術の町でございます。多くの楽しみを皆さんで味わっていただきたいと思います。お続きになりますが皆さんにご協力をいただきまして六本木アートナイトがまた素晴らしいイベントだね皆さんの心に残る一夜となりますことを記念いたしましてご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
9回目ということだそうです。六本木の街全体を美術館に見立てた一夜限りの大イベントということでございます。日本を代表するアートやデザイン、音楽、映像、パフォーマンスなど盛大なアートの祭典を通しまして、我が国の文化芸術振興に貢献されておりますと、この場をお借りしまして御礼を申し上げます。さて、昨年6月16日ありますけれども、国の方におきましては文化芸術基本法新たにですね、制定されました。この文化芸術の雇用の意義という形、これはもちろん大事なんですけれども、それだけではなくて、文化芸術の振興に伴わず観光まちづくり、国際交流、市教育などですね、さまざまな分野の施策を対象としておりまして、それらが有機的に結びついて文化芸術消費発展にですね、つながっていったところを期待するしております。この六本木アートナイトの皆様とさまざまな団体がですね、連携をされているようでございます。多くの方々に楽しくユニークな体験や新たな感覚をもたらしているものだと期待しております。この目の前にですね、素晴らしいアートがドンと飾られておりますけれども、素晴らしい大会になることを期待しております。2020年、東京のオリンピック・パラリンピック競技大会は、先ほど藤井さんからの話がございましたように、スポーツだけじゃなくて文化の祭典でもあるということであります。全国各地、東京も中心でございますが、全国各地でさまざまな文化プログラムを、盛り上げていこうということで、文化庁としても支援をしてまいりたいと思います。そういったことによりまして、オリンピック・パラリンピックの時期を超えてです、新たなレガシーとして、次世代に受け付けたいというふうに思っています。結びになりますけれども、この文化振興のある意味、各国宣伝を出していただくような素晴らしい、このイベントに携わっておられた方々、主催者の方々、ご協力に感謝を申し上げまして、本日もご挨拶をさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。中岡様、ありがとうございました。さて、それでは本日お集まりのアーティストの皆様をステージにお招きしましょう。皆様、盛大な拍手でお迎えください。エリア内の4つの文化施設
では各々の開催時間を延長しトークイベントなどを開催しております。そして海外からの大型パフォーマンスも登場します。ドイツ・シュッツガルトを本拠地とするパペットシアターカンパニールーキュが来日、発行する5メートルもの巨大ロケットが幻想的なパフォーマンスを繰り広げます。では早速ブースに登場してます。